滋賀支部4262小林屋です。2022年の抱負は事故なく怪我なく健康にレースをして1年間 SG で結果を出してグランプリセカンドに出場することです。そして最後の6人残って優勝戦を戦うことです。ぜひご声援よろしくお願いいたします。また今年も都ボートレース場をよろしくお願いいたします。